寿都町の中心部にある総合文化センターでは午前8時半から期日前投票が始まりました。20年ぶりの選挙戦となる町長選には新人の越前谷義樹さんと現職の片岡春夫さんが立候補しています。寿都町では高レベル放射性廃棄物核のごみの最終処分に向けた国の文献調査が続いていて、調査続行の是非が最大の争点となっています。期日前投票は今月25日の午後8時まで、投票は26日に行われ即日開票されます。